皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月30日、朝の8時35分、昨夜、夜中の、U23、サッカー日本代表の試合、私の方で担当させていただきまして、2対0で勝ちました。オリンピック出場に関しては、決まりましたので、皆さん関係者の皆さんおめでとうございます。あとファンの皆さんおめでとうございます。ですね、それとあと、試合中で、気づいたところは、その強いシュート、もともとの日本代表の選手の人たちには伝えてるんですけども、威力のあるシュートをある程度の距離からしっかりと打つと。そうすることによって、キーパーはまず、キャッチはなかなかできないです。大抵弾きます。そこを押し込む。そういった動きがね、まだほぼ見受けられなかったので、ただワンタッチプレーといいますか、相手ディフェンダーがいたりとかして、すぐに、パスからのコースを変えるような形で、シュートを打たざるを得ないような状況っていうのは多々ありまして、インサイドキックっていうのはね、もともと野球部員だった私から言わせていただきますと、いくらペナルティエリア内からでも、時速その50キロぐらいしかないじゃないですか。野球の世界で言ったら、110キロとか120キロってスローボールなんですよ。で、それ人間の反射神経で届くか届かないかで言うと簡単に届くんですよね。だから本当にキーパーから離れたところに、こう、ゴールの隅の方に、それで狙えるんだったらいいですけども、やっぱり相手ディフェンダーとかがいて、なかなかそういうのは難しい。で、場面的にちょっと慎重になりすぎたのか、他の選手にパスを出すのか迷ってたのか、明らかにそこを思いっきり足の甲で蹴れる、その足の、これを手を、この足と見立ててね、この甲の部分でしっかりと蹴ると。できればキーパーの真正面から少し離れたところぐらいでいいんですけども、相手ディフェンダーとかがいたら、どうしても、シュートコースとか邪魔されたりしますから、自然とある程度、離れたところに行くようになります。で、ただしその枠の中に、ゴールの枠の中にしっかりと蹴り込むと。あとは弾いた時に誰か、他の選手が、しっかりと押し込むと。これ相手ディフェンダーが密集してると、相手ディフェンダーに跳ね返って、得点されるケースとかも結構見受けられるんですよ。だからとにかく、強いシュートを打つと。で、ミドルシュートですね。ごく稀に、場面場面で、ここはミドルシュートだなっていうところは、ミドルシュートをしっかり打つと。威力のあるシュート。ある程度、なぜ枠の中にさえ収まってくれたらいいですから、あとは相手選手が弾いたところを、しっかりと押し込む。そういった形も必要ですね。そのワンタッチプレーっていうものは何箇所か見受けられてましたので、そこは、少し、できているというところで、いいところだなとは思いました。で、そのミドルシュートを打つことによって、中央にやっぱり相手選手が集まってきやすくなりますので、サイドの突破が、しやすくなります。サイドの突破がしやすくなると、センタリング、精密度の高いものが上げれる。シュートを打ちやすくなる。そういったセンタリングは。そしたら得点につながりやすい。こういった形がありますんで、そういうところを、しっかりと、対応していただけたらなと思います。全体的な組織的な動きは、その辺のところはもう選手、各皆さん、そのままそのままで、その状況によって、変えていかなきゃならない部分あると思いますんでね。ご対応していただけたらいいんじゃないかなと思います。あと、これは、日本のプロ野球界へのメッセージなんですけども、世界代表戦で勝った試合に関しては、その試合の、勝利で、勝たせてほしいっていう部分があるんですけども、今日の試合に関しては、雨で中止にならない限り、横浜 DeNA と
いう形で、まあ、一応こういうふうな言い方をしてますのは、まあ、ドーム球場だったり、対戦チームによって、まあ、そういったこともあるんですけども、一つ一つの球場を、毎日毎日チェックできるかって言ったら、これはなかなか難しいと、時間的にも。まあ、私は私でしなければならないことがたくさんありますので、まあ、こういうふうな、言い方にさせていただきます。阪神タイガースの試合に関しては、まあ、基本的にテレビの放送がありますんでね、まあ、それでどうにかしたりだとか、まあ、いろいろな方法がありますんで、まあ、その日本のプロ野球界のその得点の入り方、試合が終わった時に、ね、9得点の時は野球のナインなんですよ。で、11点の時はイレブン、サッカーで、誤りの失点、5失点、これは阪神タイガースにも、横浜 DeNA にも楽天にもロッテにもなしということで、今シーズンは進めさせていただきたいと思います。その、もう、私が二十歳ぐらいの頃からね、国会議員の方たちと、まあ、総理とか内閣の人たちが認めていただいてね、まあ、天皇家の天皇陛下もそうですけども、天皇陛下は国家の象徴ということで、東京都の生まれですけども、東京都のチームに肩入れをするわけではないと、国家の象徴であるからというところで、あとは国会議員の人たちとの話し合いで、優勝回数を揃えると、まあ、こういうことになってます。J リーグも同じ方向性で、動かしています。私がだいぶ長い間目を離していた隙に、神奈川県の、サッカーチームが、いつの間にか J リーグ、数チーム増えていて、まあ、大阪に関してもセレッソ大阪とガンバ大阪合併してもらわなきゃ困るんです。2リーグ制で12球団、複数本拠地制度に変えてもらわなかったらね、これもう話にならない。エネルギーのこれ残存量問題的にもそうしてもらわなかったらもうどうしようもないんですよ。で、まあ、プロ野球界にも言ってるんですけども、まあ、3月ぐらいから、シーズンが始まった時に、南の方から巡業。まあ、最初の方は沖縄県。まあ、そうじゃなかったら、なかなかナイターの試合とか、見に来てるお客さんの方が持ちませんから。特に雨降った時とか。まあ、優しい雨とかは3点だったりだとか、それはもともと晴れてる日は、晴れにする。まあ、天気を、操るという部分でね。まあ、晴れに関しては、英語の3で、太陽のことですから3点と。まあ、こういうふうな形になっています。まあ、その他得点、まあ、1イニングで、どういうふうな得点の仕方とか見ていただいたらわかるかと思うんですけども、まあ、1イニングの得点も、その試合が終わった時の6点に関しても、まあ、暴力団潰し。まあ、これはもともと、まあ、山口組っていうものは企業だったんです。精子の生産されなくなる薬とかを、作って、医療業界の精神病院通して、相手を、力ずくで、暴力で、薬という暴力によって、抑え込むっていうのが、もともとの昔の世界で、現在もそれは、続いていると。一回、私が小中学生の頃に取り締まってもらったんですよ。山口組っていうことで。有名な話で、結構、ある程度ニュースで何回も放送されたから、遠回しな言い方の方ですけどね。兵庫県の神戸市の灘区か東灘区に、田岡御殿っていうところがあったんですよ。その田岡御殿っていうところは誓約書だったんです。その誓約書の、要するに役員だったもの、まあ多分社長だったと思うんですけども、兵庫県の西の方に姫路市というところがありまして、そのもう少し西に播磨という地域があります。そこに田岡誓約書っていうところがあったんです。で、これどこの、フィナンシャルグループにも、誓約書がついてきてるんですけども、大体どこも多分同じことしてます。で、日本中の精神病院でその精子の生産されなくなる薬だとか、貧になるようなものを飲ませて、怖がらせて黙らせると、抵抗してきたらと、まあ、そういうふうな部分があったと。まあ、それを世間に私は YouTube とかで公にすることによって精神病院に入院されなくなったと、こういうことなんです。で、これはもともとどういうふうな社会の形であったかっていうと、まあ、U23 ですから、基本的に23歳以下の方たちが主力のメンバーですから、これから社会に、向き合っていく中でね、知識として身につけておいてほしいんですけども、まあ、もともと日銀っていうものは、日本の、銀行です。政府の銀行です。政府所有の銀行です。これは法律で、政府が
50% 以上の出資をして、51% でしたっけ、まあ、とにかく半数以上の出資をして、作られたものなんです。で、もともと商社があって、そこから、銀行や証券会社が出来上がっているんです。商社が、株を売り始めて証券会社が出来上がって、お金を貯蓄して銀行というものが、民間の中で生まれた。これは、まあ、私のホームページ、YKSKNEK の20番を見ていただいたらわかるかと思います。そこは文章化しているので、まあ、早い人だったら5分ぐらい読めると思いますよ。で、まあ、その、もともと、スティーガル法とか、ボルカールールだとか、銀行法だとか、リーマンショックとか、なぜ起きたかっていうと、まあ、土地の値段とか株価が上がりすぎて、本当にそこまでの価値がないのに。で、こんな経済の回し方はエネルギーの残存量問題的にもむちゃくちゃだということになって、バブル崩壊、株価が一気に下落。これが1990年の頃なんですよ。だから1980年代に日本は、至るところに、採算性の合わない、あとエネルギーの、使用量を全く無視した遊園地などを、日本中至るところに作って、まあ、温泉街とかも同じなんですけども、作りすぎたんです。日本の人口っていうものは、今の国境線の範囲内では4000万人ぐらいしかいません。1億2000万人の話は、北朝鮮と韓国と台湾と満州国を併合していた第二次世界大戦の前の頃の領土の範囲内が1億2000万人だったんです。今の国境は4000万人ぐらいしかいませんので、4000万人いるかどうかは分かりません、本当のところは。なぜかと言いますと、今年の春の選抜の高校野球の出場校は、まあ、去年の秋からね、予選が始まって、明治神宮大会があって、1回日本一が決まってるんですけども、そこで成績が良かったところの、高校が春の選抜として今年選ばれてくるんです。毎年このパターンなんです。で、参加校は約3800校ぐらいなんです。っていうことは、人口が仮に4000万人だったとして、平均化してみたときにね、一つの年齢層のところが40万人だとして見たときに、じゃあ高校1年生から3年生まで120万人いるわけじゃないですか、それでも。じゃあ120万人いて、もちろん高校野球、その野球部がない高校もあると思いますよ。だけども、出場してきてる数がね、3800個。これ皆さんどう思いますかっていうことなんですよ。もちろん少子化進んでます。だから一つの年齢層に仮に全人口が4000万人だったとしても、今の若い人たちの年齢層のところは、40万人いないと思います。だけども、人間は100歳まで生きることはない。4000万人だとするのであれば、これはね、老人ホームで働きに行った時に、各近隣の老人ホームの人たちにも、いらっしゃるかどうか、聞いていただきました。そこで長い間勤めてる人にね。そしたら、回答は、どこの老人ホームでも100歳まで生きていらっしゃった方なんか見たことないって言うんですよ。だと思いますよ。自分の身の回りの方でも、自分のおじいちゃんとかおばあちゃんとか、ひいおじいさん、ひいおばあちゃんとかでいらっしゃいました。まずいないでしょ。あれ、テレビ局は何回も再放送とかして、年齢層上げてただけなんですよ。これはほとんど実態です。で、じゃあ、まあ、日本人の現在の男性と女性の寿命の、平均年齢が80歳ぐらいなんですね。で、それが世界1位なんですよ。じゃあ、まあ、少子化だとはいえ、まあ、100歳までは生きないから、じゃあ、まあ、若い人でのところの層も、まあ、1年生、2年生、3年生、全体の人口は4000万人だとしたら、一つの学年40万人いらっしゃるかな、どうかなっていうところなんです。だから最初からスポーツのプロ選手の数増やしすぎなんですよ。どこもかしこも、簡単に満員にできるかっていうと、それは順位的によるものであって、やっぱりある程度シーズンが進んできたら、順位が明確に出てくるから。だからやっぱりプロ野球界みたいな方式を導入しなかったら、お客さんが埋まらないんですよ、最終的に最後の方まで。だから司会とした利益が出ない。で、みんなの税金でスタジアムを作ってしまう。こういうことになってしまうんです。で、それが返済不可になってしまってる。だからもう本当は皆さん借金背負ってる方なんですよ。本当はね。球団でお金を出して、土地代と、スタジアムの建設費用、例えば、ヴィッセル神戸だったら、
300億円以上しています。で、固定資産税はだいたい1億円ぐらいかかります。で、法人税率は、23.1% の方です。全体売上の 23.1% を納税しなきゃならないです。それプラス固定資産税で1億円なんです。だから最初からあの試合数を見たときに採算が合うか合わないかで言うと、これはもう無理設定なんですよ。お客さんの取り合いになりますから。プロ野球界ともそうですし、そのサッカー界とね。で、あと他にもバスケットボールがあり、バレーボールがあり、日本代表戦があり。で、こうなってくると、やっぱり収益性はないんですよ。で、それがエネルギーの残存量もないに対して良かったかっていうと、かなり悪かったことで、だから私はオリンピックの解体を唱えているのであって、J リーグも J1 だけでいいと。で、2リーグ制で12球団にして、6球団、6球団。で、まあ、最後、その優勝チーム同士が、日本一を、まあ、かけて戦うと、試合をすると、まあ、そういうような形が一番望ましいと。で、だからその各都道府県でね、複数、各都道府県に1チームならまだあれなんですけども、2チームとか、特に神奈川県は極端で、数が多すぎるんです。エネルギーの残存量問題が、国連でも昔から一番最重要課題なんです。エネルギーが尽きたら、輸入が止まったら、日本もそうですけども、食料はスーパーマーケットに並ばなくなって、電気が入れれなくなって、みんな餓死するからです。ほとんどの人間が餓死します。ますます生き残れる人間なんかまずいませんよ。だから、そういった中で、車の生産量も、まあ、5年、10年ぐらい、もう販売停止にしていただいて、でガソリン車も永久的に、生産停止にしといて、電気自動車でどうしても仕事で使う人だけに販売。で、まあ、普通のガソリン車は中古車としてその販売する。できるだけ回収していただいて、一般人の人たちにテレビで放送して呼びかけて、エネルギーの残存量問題を。みんな電車バス等でほとんど移動できますよねっていうことで。どこの地域もそうですよ。ほとんどの地域はそうです。まあ、競馬界の方で余ってる馬とかいらっしゃいましたら、まあ、田舎の方では馬車で、荷物人を運搬してもらう。大体平地のところはと。まあ、そういうふうな仕組みに変えると、もうバスもほとんど走ってないんですよ。この間、加東市の方、大川瀬ダムと、東条湖、鴨川ダム。大体泉に関しては、泉の名前とダムの名前。が、2つもあります。ほぼ全てのところがです。で、まあそういったところの、東条川の河川を撮影しながら、耕作放棄地だとか、河川水門外式弾発の設置場所だとか、放置されている車が、これからもいっぱいあるんですよ。その加古川まで合流するまでの間で、まあ10台ぐらいは見かけましたね。大体ナンバープレートはもうなくなってるんですよ。で、そのまま放置してる。で、放っておいたら錆びてしまってもったいない。で、金属とかを採掘してるわけですから、地下深くからね、大量のエネルギーを消費して、石油とか、電気とか、電気の元は、ガス火力発電所だったり、原発だったり、原発はウラン鉱という、鉱物資源なんです。元々は。で、石炭だったり、ガスに関しては、石油の揮発したものの、天然ガスの7割以上は石油の揮発したものなんですよ。だからガソリン使ってるのとあんまり変わらないんです。だから地下からね、その金属、岩石付きで、それ引っ張り上げてきて、ベルトコンベアでこう流れ作業でこう流れてるんですよ。それたまにテレビの映像で出てきます。で、そこでね、その金属部分と岩石部分を仕分けして、で、溶かしてと。これは膨大なエネルギーがいると。それだったら最初から放置してある自動車とかを、回収して、使用すればいいと。だから病院も本当はベッドなんかいらないんです。布団引いてればよかっただけで。畳引いておいてね。畳じゃなくて、地面がこういう風に、これはビニール製なんですけども、こういったものを敷いてしまうと、これもう大失敗の例で、冬場とか寝てる時に自分の体温で布団がびちゃびちゃになるんですよ。水滴がついて。だから本当は畳だったら、布団がびちゃびちゃになってカビが入ることもないんですけども、だから最初からベッドなんか使用しなかったり、だから病院に関してその、ベッドに関しても金属ですから、それは本当は回収したい。で、畳敷かせて、
布団にすると。そちらの方が効率いいんですよ。で、ベッドの販売も禁止させておくと。まあ、ベッドの質が木材であったとしても、木材を加工するのに、運搬するのにエネルギーが消費しますから。ベッドなんかもともといらないんですよ。あまり世の中のことよく分かってない人がベッドを買ってるだけで。で、まあ、老人ホームとかにね、もともとその回収した車で、綺麗な、座席の部分をね、リクライニングのソファーとして、使用してもらったりだとか、新しく作るぐらいだったらそうした方が早いんです。エネルギーの消費とかあんまりなくて。まあ、そういったことをね、皆さんご理解していただいて、まあ、私の方としてもその動画をエクスポート、まあ、つなぎ合わせる作業のことを言うんですけども、編集する作業のこと、それがね、何回も妨害されてると言いましょうか、うまくいってないっていう状況がありまして、まあ、これは行政も認めていて、私が撮影した箇所の金属回収地点とか、金属回収してくれています。放置自転車とか集めてる自転車置き場とかも、私がこう撮影してね、行政に言わなかったら、それ回収しなかったりしないんです。回収しなかったりしないで、ずっと長年放置されてるんですよ。で、サビサビに錆びてる。サビサビに錆びてるぐらいだったら、ある一定の期間を超えた時に、もうしっかりと回収して、金属を再利用する。これが賢い生き方であって、いつまでも金属は採掘できるかっていったら、これは話が違うんですよ。何するにしても金属は摩耗しますから。例えば電車でパンタグラフっていう、上に電線走らせてますよね。そこに、電車の上にこう接触させて、まあ、電力を供給しているものがありますけども、新幹線もその仕組みなんですけども、だいたい東京から、大阪か福岡だったかどちらか忘れましたけども、一回新幹線走らせたら、そこのパンタグラフの一番上の接触している部分を交換するんですよ。摩擦して削れてるんですよ。消滅してるんですよ。車の自動車もギアとクラッチがあって、基本的にギアの方が硬いです。で、クラッチの方が摩耗して、だんだん削れていって、ギアとギアが噛み合わなくなって滑り始めて、まあ、オートマチックにしてもミッションにしてもギアが入らなくなっ、あ、まあ、入ったつもりであっても、こう動力は空回りする。エンジンだけはこう空回りするような音でね、動力は伝わらないっていうことになってくるんですけども、金属は消滅していくんですよ。永久的に手に入るものじゃないから、その辺のところはしっかりとリサイクルもしなきゃならない。だから、こういったことは、できるだけ自動車の解体作業に関しても、まあ、人間が行うと。結局、それが力仕事になるから、体を鍛えることになると。まあ、こういうふうな形でね、スポーツ選手、各選手が動いていただけたらなと思います。まあ、車なんてもう世界中で15億台も出回ってしまった方なんですよ。で、本当の人口の話聞いたから、どこの国も表記されてる人口の3分の1か4分の1ぐらいです。どこの国もそうです。世界全体の人口はそうなんです。だから、これが現実であって、じゃあ世界全体の人口は、じゃあ20億人ぐらいが妥当だと。もしくは30億人ぐらいが妥当だと。まあ、こういうことになるんですよ。で、片や自動車は世界中に15億台も出回ってしまったと。トラック、バスとかも含めてですよ。で、まあ、建設業関係に関しても、作らなくていいものをずっと作ってると。それによって大量のエネルギーを消費してると。で、エレベーターに関してどれぐらいの電力を消費してるかと言いますと、私の住んでるアリの第一タウンハイツ、4階建てですよ。で、地下はありますけども、エレベーターなかなかみんな使ってないですよ。それでも2022年のエレベーターの電気代、41万超えです。だから、もともと重たいものを電力を使って上げ下げしてるわけですから、大量の電力消費してるんですよ。じゃあ、30階建てとか、50階建てとか、で、エレベーターが6基ついてるところなんか、1億円ぐらい年間使ってるかもしれないんですよ。その電気代で換算してるだけで、エネルギーをたくさん消費してるか困るっていうことを私は言ってるんですよ。だから、むちゃくちゃなさ、だから少子化になってるから、東京とか大阪でビルが高くなっていくわけがないんですよ、本来。低くなっていかなきゃなんない。だから、その辺のところで、大きく金を稼いでしまった会社の人たちがわがままになってしまって、ビルを建ててしまっていた。電波塔に関してもそうです。東京タワーがあるのに、新しく東京タワーの代わりに、2008年か10年ぐらいに出来上がってしまったでしょ、電波塔が。あんなもの最初から作らなくていいんです。
もう僕にだいぶ叱られてますから、その件で。テレビ局の人たちも。もう辞めさす人間辞めさしましたから。当たり前ですよ。仕事の仕方分かってないのになんで、ね、大きなお金を動かしてるんですって。そんな権限その人にないんですから。こっちは世界の経済を動かしてきた人間ですよ。国会では各大臣と大臣クラスでいいっていうことで認められてます、国会で。そこで嘘は絶対なしなんです。裁判所で嘘を言うと10万円の過料か即座に逮捕です。国会も同じようなものです。大臣と同格者の人間は各都道府県知事か、各大きな会社の社長さんの集まりの会長さんだけです。各都道府県知事は各都道府県警とかに、ああしなさい、こうしなさいって警察官に全体組織として指示出せるんです。国会で私はそういう人たちを同格者として認められているんです。これが本当の話なんです。今までの歴代の総理とかにですよ。よく分かってない人間が、たくさん存在しているのであって、その辺のところはね、もうみんな生き残る方のことの方が先ですから、河川水門外式ダム発電とか、自動車メーカーとかも自動車の生産止めて、先それを作ると。日本中に、何万箇所も設置しなきゃならないですから。なお、鉄工所はそれに合わせて、金属を、溶かして加工すると。まあ、そういうような形になってきます。だから、車屋さんの方は、ギアを作る、技術、高い技術をお持ちですから、発電する、発電機の、そのギア比とか、ギアを作るのに、まあ、クラッチの部分もそうなんですけども、良いものを、たくさん作っていただくと。まあ、その間、自動車の生産止めといたらいいんですよ。自動車の生産止めたら、1日の使用される電力ってものすごく減るんですよ。各工場止めたら。これゴールデンウィークで昨年はっきりしたんですよ。愛知県のとある豊田市じゃない市なんですけども、自然再生可能エネルギーで86%の電力賄えたんですよ。まあもちろんゴールデンウィークの時期ですから、エアコンなんか、まあ、愛知県ですから、使ってる人なんかまずいません。そういった部分もあります。だから冬場と夏場に関しては、家庭用とか、商業施設でエアコン使ってしまいますから、大量の電力が消費されたりとかするんですけども、自然再生可能エネルギーで多くの電力が賄えると。あと、もう大きなビルを建てさせないようにすると、建設業界にね。あと、万博とか、ああいうどうでもいいもの、作らないようにすると。何か出し物が本当にすごいものがあるんだったら、テレビで放送したらいいんですよ。そうじゃなかったら伝わらないんですから。みんながみんな万博行くわけじゃないんですから。大抵はもう近隣のところの人たちぐらいです。近隣の人たちでもなかなか万博行かない人たちも多いですよ。これが現実です。以上です。ということで、まあ、プロ野球界の方たちにも、淡谷圭介からのメッセージ伝わってると思いますので、今回のこの動画見ていただいて、見てないじゃ話になりませんから、しっかりと皆さん見てください。まあ、解決策に関してはホームページ、淡谷圭介の履歴の58番に記載しています。皆さん、チャンネル登録と着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いてください。そうすれば、僕は上げてきた動画に関して、新しい動画上がったなということがわかりますので。あとは、自分の身の回りの人たちに、淡井さんの動画見ておいた方がいいよと、声掛けしていただけると助かります。で、これはね、やっぱり仕事していた時、私もそうだったんですけども、友達と一緒にこう、会ったりすることっていうのが、なかなか、なくなります。会うことがなくなっちゃうんですよね。やっぱり仕事で忙しかったり、自分のことであったりだとか。そういうことで。だからもう友達とかも大体、一般的にその仕事されてる方は3人ぐらいが限界なんじゃないですか。本当にしょっちゅう電話かけるような相手とか。
だからこれは世の中の現実であって、もうその僕の話を聞いてもらった人たちでね、身の回りの方たちに伝えていただいて広げてもらうしかありませんので。で、理解していただいたらもう車乗るのやめとこうとか、もうそういう善意ある方たちが現れますので、その方向で物事を進めるしかありませんので、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。まあ、今日の試合に関しては横浜ベイスターズということで、U23 の勝利に関して、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。